さあ、かなえをいただきまして公式戦です。
なんかいい外国人がどんどん出てきますね。さあこれで遥かをどうするかですよね。一人ずつ変えていきますか。リオかな。ちょっとこれ守備に不安がありますが、強いですねこのマノは。ちょっと気をつけないと。一応勝率は高いです。ホームですね。ですがこれは右に外れてしまいました。ちょっとやっぱり無理だったかな。早いですね扇。すでに結構前へ出てるんですよね。ここ気をつけろ。逆サイドへ窓か。おーっと、ミキはこんなに前いますよね。早い。うまく守備を混乱させますね。マロタ、ボールスルー。だが相手苦し紛れに出してしまいました。こちらボールをするんです。いいですね。ファールですか。さあ、くるみが直接これ入りに行くぞ。また今度はコーナーキックだ。7個。出ましたね。これはゴールキックになってしまいました。パンチングで対応。おお、そこを取ってしまいますよね。早い。危ない危ない。一瞬ヒヤッとしましたね。この変化を抑えていってる感じです。オフサイドか。2人が一気に流れ込みましたよね。さあキーパーのキックで考えます。これはいけない。さあどこに窓かな。これはノーホイッスル。ちょっと窓か痛がってます。大丈夫か。うまく7個が出まして、最後窓かにつなぎますがこれは取られてしまいます。もうほとんど時間はありません。これで前半終了でしょう。状況を見ましょう。やっぱりゲージ2が真ん中の選手に特に多いですよね。分かってますが運動量が結構多い試合になってる気はします。すごいな内山。入られてしまった。これは悔しい。内山すごすぎる。2人抜いてですからね。
もうバーは無情にもゴールの内へ。そうすると何としても取りに行かねばなりません。もう緑投入でしょうね、これは。ゴール前、ヒット。右から一度窓かに上げます。飛び込んできた。おーっと、非常に奥を切る。ここでマドリカとクライスが使えてますね。クライスに変えましょう。人気を疲れてるんですけどね。ここへ取られるともう万事休すなんで。しかし相手を結構動きが激しいですよね。さあ、ここに出たので選手交代です。もう危なかった今のは。早くペナルティーキックになって絶対そうとか捉えちゃいますよね。これですよ。おっと、キーパー、一旦決定的な2点目だ。嘘だろ、下を向くな。完全に左に守備の集中が行っていたところ右に出されてしまいました。厳しくなりましたね、これは。おっと、ディフェンダーが高いんですよね。一試合報いたい。ふわっと入った。同点、1点差です。よし、もう1点。好きですよね。このふわっと、キーパーの裏を突くシュート。これが、ゴールに飛び込みました。1点差です。これは取られますよね。さあ、もう残り時間もほとんどない。時間通るかな。これはちょっとクラスコに取られてしまう。さあ、おーっと、チャンスだ。決めろ。決まった。同点。なんと残り時間がほとんどない中でアディショナルタイムで同点に追いつきました。試合終了です。とはいえやっぱり2点取られたっていうのはどうしても良くないですね。前半はスピードありつつも両チーム点が取れない展開でした。もう内山っていうのを警戒しないといけないですよね。高いですね、相手チームは。後半3分、相手メンソーレ那覇に先制を奪われてしまいます。これがゴールに飛び込んでしまう。これですよ、本当に内山見事としか言いようがないです。行ったんですけどね。そしてこれが完全にやられてしまいました。うまいですよね。
さあ残り10分でこれですよ。ふわっと浮いて決めましたね。キーパー前へ出たとこうまく決めました。そして後半46分、サチコ決めてくれました。フラスコが上げたとこ、ナナコが拾い、サチコが落ち着いて決められました。ボール支配率はこちらが圧倒的だったんですね。そうは見えないですが、さあこれで3点差ですね、勝ち点は。そして3位のイルダード欧州とは勝ち点差4になります。残留は決定ですね。キャリーが怪我から復帰、は終了でしょうか。次回が2週空くんですね。浅草サンダーボルト5位ですね。 N2 2位で上がってきました。まあまあ強いとは思います。トリノもワントップですね。キーパーはなかなか強い。そして見てください、この5枚看板。なんかに S があるんですよ。いわば攻撃的にもシフトできる選手層なのではないでしょうか。あ、メンソーレ那覇は強いチームなんですね。結局はしているうちをいっぱいということで、相性の悪いチームだっていうのが分かりますね。あ、強いチームですよ。これは一生懸命戦わなければならなかった。はい、ということで次回浅草サンダーボルト戦なんですが、2週あるということで練習試合ですね、合間こなしたいと思います。選手見てても誰も疲れてないんで、練習試合できればなと思っております。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。